第3クォーター非常に面白い展開になったと思うのですが、お二方いかがでしょうか。はい、おっしゃる通りだと思います。ワンポゼッション差と言いますけどね、このフットボールでは8点以内の点差をワンポゼッション1回の所有権で、同点あるいはその、追いつくことができると、逆転することができると、そういうふうな点差を言いますけども、本当に面白い試合としてはいい接戦になってきたと思いますね。はい、ワンプレーで言い換えれば状況がいくつか変わってしまうという、そういう緊迫した状況ということでよろしいんでしょうか。はい、その通りですね。双方にとってだから言い返せばチャンスがあるということですね。はい、フットボールの場合は、ただ攻撃権を持っているチームがチャンスを持っているのではなくて、ディフェンスにも同等にチャンスがある。今日は前半でディフェンスをしていた山口大学がボールを奪い取ってそのままリターンタッチダウンをしたシーンがありましたね。ありましたね。はい、典型的なプレーだったんですけども、今こう攻め込まれている山口東京理科大学もそういう意味ではまだまだチャンスがありますし、山口大学はこの、敵陣に攻め込んだチャンスをしっかりとものにしたいところですね。はい、雨脚が少し、ね、強くなってきたようですので、そうですね、より一層ボールセキュリティー、ボールをしっかりと持つということに心がけて頑張ってほしいと思います。はい、この第4クォーター非常に先ほどからおっしゃっていただいている通り状況がいつでもひっくり返るという状況にあります。そして先ほどからご指摘あります雨によるトラブルが発生しやすい状況にあります。さあ残り10分の攻防どうなるか注目しましょう。これよりファイナルクォーターに入ります。パス不成功、まずパスプレーから入りました。しかしこのパスを44番キャッチミス、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。先ほどからご指摘ある雨足の影響が感じられるプレーでもありました。山口大学セカンドダウン10、これをリバースプレーで突破を図るというところでしたが、これは山口東京理科大ナイス対応です。見事に対応しこのラン阻止しております。先ほど決まりましたこのリバースプレーを今度は山口東京理科大24番が見事対応しまして、このランも阻止しフォースダウンに変わっております。24番は朝比奈工学部の4回生です。山口大学、さあここでプレーを敢行する。パス不成功、ここでパスプレーにより突破を図りました。ターゲット44番にパスは投じられましたが、これを44番キャッチできず、結果的にプレー失敗と終わりました。4回目の攻撃を失敗する形になりましたので、ここで攻撃は攻撃権変わります。テイクオーバーによりまして山口東京理科大学の攻撃に変わります。浜田さん、勝負に来ましたね山口大学。はい、最初のね、今のシリーズでいうと最初のパスがね、失敗したことがちょっとね悔やまれますよね。はい、はい、これは最後の最後で尾を引いたというシリーズということになるんですね。フォースダウンでやっぱり10ヤードの距離を残すっていうのはね、大きなプレッシャーでしたから。はい、さあとにかくしのいだ東京理科大、まず最初のプレーを、おっと、まず外にいるレシーバーに短いパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスのプレッシャーありまして、パス不成功となっております。攻撃権を失いました山口大学です。大学ですが、しかしディフェンスでも仕掛けてまいっております。さあこれを跳ねのけることができるでしょうか。山口東京理科大学セカンドダウン10、ここでクォーターバックハンドオフウェイからキープしまして右オープンに展開を図らんというところですが、
スリップしまして、このラン約4ヤードのロスに変わっております。なんとかディフェンスしないで山口遠距離から攻撃生かしたいところですが、現在サードダウン14の状況に変わっています。ここで山口大学ダッシュです。ランプレーにより状況打開図らんというところを山口大学44番が猛チャージかけまして、さらなるロスを奪っています。44番は雪竹です。約3ヤードロスを奪いまして、フォースダウンに山口東京よりから追い込みます。山口東京理科大学フォースダウン17、パントフォーメーションを取ります。パントパントパント、このパントをリターンは7番キャッチ、そのリターン試みというところでしたが、この時に足を捉えましたが、そこでスリップダウンしました。結果的にここでプレー終了となりまして、この時点で攻守交代となります。原さん、先ほどからご指摘ありました、その雨の影響を感じるプレーが散見するようなんですが、はい、まあ、その通りだと思います。先ほどのリターンも通常ならばそこから大きなリターンが期待できる状況にも感じましたが、やはり雨の影響あります。さあ、状況を果たしてこの状況を生かすことができるのはどちらになるでしょうか。現在は山口大学の攻撃となっています。パス成功、ファースター。クォーターバック10番プレイアクションから左にロールアウト、そこからキープすると見せかけパスを投じまして、これが見事決まりまして攻撃権更新です。山口大学ファースター。時間をかけたパスプレーでしたけども、オフェンシブライン我慢してましたね、はい、それとよくレシーバーもサイドライン際でよくねフリーになってましたけど、クォーターバックがよく投げましたよ、はい、右利きのクォーターバックが左に流れて投げるのは難しいですからね。そうですね、逆サイドに体が流れてましたね。非常に難しいパスを通しまして、山口大学攻撃権継続となっています。さあ、ここでスクリーンパス、相手のディフェンスのラッシュの裏をかくようにブロッカーをつけるレシーバーにキャッチアンドランを図るというデザインプレーを敢行しようとしましたが、しかしこのパスコントロール乱れまして、パス成功となっています。交代早く入れ、足つってる、うん、そうそう、山口大学セカンドダウン10、ボールオンは相手陣42ヤード。インターセプト、ターンオーバー。今日何回目やろ。ここで投じましたパスをしかし取ったのは山口東京理科大学30番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。ここでインターセプトを決めましたが、30番の村上でした。工学部の4回生です。インターセプトの後もすごくいいリターンでしたね。はい、一気にそのままエンドゾーンで狙うほどの素晴らしいリターンを決めました。さあ、攻撃権を奪って言っておりました山口東京理科大学、自陣44ヤードからの攻撃に入ります。山口東京理科大学ファーストダウン10。フリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト。
ここで見事なパスを決める形になりました。成功しました山口東京理科大学ですが、レシーバーここでビッグゲインを図らんとランを敢行した際にタックルを受けましてボールをファンブル。そのボールを抑えましたが山口大学となり、ここで攻撃権はテイクオーバー変わりまして山口大学に変わります。今のプレーはアメリカンフットボールの一つのね醍醐味だと思いますね、はいはい、ビッグプレーを狙って、ゲインをしようと、そしてその強いタックルでボールを弾かせる、それをリカバーして、はい、攻撃権をもぎ取る、はい、このあたりにこう一つのプレーですけどもね、いつかのいろんなこう、思いが交錯して、はい、こういう、まあ、学生の思いがね伝わってきますよね。そうですね、本当に見応えありました。そのワンプレーがここでこの終盤で披露されました。さあ攻撃変わりまして山口大学の攻撃、ボールは相手陣49ヤードからのファーストアンテン。今度は山口東京理科大がディフェンスで見せます。ランプレーによりまず一つ目のプレーを展開しようとしました山口大学のキャリア88番のランを山口東京理科大学8番が見事のチャージでノーゲインに変えています。素晴らしい対応したのは8番の加納谷でした。双方気迫あふれるプレーが出てまいりました。山口大学セカンドアウト、これも山口東京理科大ナイスです。今度は左方向へのランプレーを展開しようとしましたが、これも8番が見事に対応しまして、ゲインは1ヤードに留めております。山口大学ここまで好調でしたランプレーを山口東京理科大学ディフェンスチーム奮闘しています。さあ山口大学サーダウン8、山口東京理科大学キュービーサーク、ここで山口大学がパスを投じようとしましたが、そこに山口東京理科大ディフェンスライン陣が殺到。QB をパスを投じる前にしたので、あわやファンブルをリカバーを奪うという猛ディフェンスを見せました。結果的に奪うことはできませんでしたが、フォースダウンドングの状況に変えています。山口大学フォースダウンドン、パンクフォーメーションを取ります。ここは大きなプレーが発生しました。ここでパントにより陣地挽回を図らんというところでしたが、スナップが乱れパンターはこのボールを確保しきれませんでした。プレッシャーが来る中なんとか蹴り出すには至りましたが、陣地を挽回には至れず、山口大臣40ヤード付近で攻守交代となります。残り時間がだいぶ少なくなってきてますからね、ここからの戦い方非常に大切になりますよね。はい、約4分弱といったところですが、山口東京理科大非常にいいポジションからの攻撃を得ました。ボールオン相手陣41ヤードにあります。さあ残り得点差3点の状況でのこの攻撃の展開注目しましょう。まずランプレーから入りました。オプションプレーでクォーターバックキープを展開しようとしましたが、ディフェンス山口大学殺到しまして1ヤードのゲイン程度にとどめています。山口東京理科大学相手陣39ヤードからセカンドダウン8、
度は右方向へのオプションプレー、ランニングバック8番にピッチしまして、8番相手ディフェンスの隙間をすり抜けるように攻撃権更新です。山口東京理科大学ファーストダウン、ここで8番加納谷のランによって攻撃権更新継続する形に成功しました。ピッチを受けてからのランニングバック切り上がり方が鋭かったですね。はい、相手ディフェンスの隙間をまさに一瞬をつくようにして攻撃権更新果たしました。これによりボールは相手陣29ヤードの位置にセットされています。ここからの山口東京理科大学ファーストダウンプレー、パス不成功、パス不成功の判定です。ここでその裏を突くように奥に走り込んだレシーバーへのパスを投じました。ディフェンスを振り切り、パスをキャッチできればエンドゾーンだったかもしれないパスでしたが、わずかにパスがショート、結果的にパス不成功となっています。山口東京理科大学はこの敵陣30ヤードからの攻撃、この試合通じてずっと課題になっていますからね、一つ一つのプレーを大切にしっかりとつなげたいですね。はい、相手陣に入ってからの攻撃、なんとか今回見直したいところです。山口東京理科大セカンドダウンテン、さあランプレーを投入しました。ランニングバック99番の突破力によりまして約3ヤードのゲインとなっています。山口東京理科大学相手陣26ヤードからサードダウン7。ナイスワン、ファーストワン。ここで選択肢がクォーターバックのランプレーでした。右にランニングバックを振ってそのフェイクで左を方向へのランプレー、相手のディフェンスの裏を突くように左オープンを展開しまして攻撃権更新です。山口東京理科大ファーストダウン獲得となりました。見事な はい、ランナーのスピードも良かったですけども、その前に左タックルのブロックがもうすごく良かったですね。はい、その前に右サイドへの、ピッチフェイクというか、はい、逆サイドへのフェイクも効いてた感じがありますね。はい、非常に練り込まれたプレーはここで披露されました。これにより山口東京理科大ファーストダウン2ゴールに変わります。エンドゾーンまで残り10ヤード、残り4回で攻めます。さあ中央いった、ここでクォーターバック今度は中央に自ら切り込んでいきました。あわやエンドゾーンというところでしたが残り1ヤードから2ヤードのところで止まっております。さあ絶好のチャンスを得ております。山口東京理科大学相手陣2ヤードからの攻防、セカンドダウン2ゴール。さあ中央いった、タッチダウン。ここもクォーターバックのランできました。24番スナップを受けましてそのまま右オフタックル付近に突入、味方ブロッカー生かしてそのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウンのヘルメットオフです。44番のヘルメットオフ。山口東京理科大この土壇場の状況でタッチダウンを上げまして6点獲得し逆転となっております。見事タッチダウンを決めましたのは24番の朝比奈でした。そしてトライ4ポイントに入ります。このキックは失敗となりました。結果的に6点止まりとなりまして山口東京理科大学16点となっております。しかしその差3点逆にリードする形になりまして山口東京理科大学が逆転に成功しております。試合の残り時間が52秒となっていますが、はい、3点という点差はフィールドゴールで同点になるということですよね。そうですね、はい、まあ、そういった意味では山口大学に同点となるチャンス、もちろんタッチダウンを取れば逆転の、
攻撃になりますのでね、はいはい、残り時間わずかですけども大事に攻めてほしいところです。それとこういう時間が、残り少なくなった時には、はい、両チームに3回ずつ与えられているチームタイムアウトを取りどころですよね。あ、はい、このあたりも注目したいですね。残り時間1分ないという状況ですが、ここからは時間をかけた戦いでもあります。その時間の使い方にもぜひご注目ください。さあ山口、東京よりからのキックオフで試合再開となります。さあ山口大学ジャックル社がリターンに入ります。左方向展開を図りまして自陣25ヤード付近でボールデッドとなっています。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。試合時間は残り時間41秒となっております。やはり雨の影響と両チームともオフェンスディフェンス常に出ずっぱりという部分でこの時間帯かなり体力的筋力的に厳しいところがありますよね。あ、そうですね。本来アメリカンフットボールは交代制限がないので人数をかけられるチームはこういったところで予備の選手バックアップがいるんですけどね。まもなく試合再開となります。山口大学残り時間41秒をかけまして逆転のドライブに入ります。ボールオン自陣27ヤード。さあクォーターバックランを展開しました。左方向突破からのというところですがここでホイッスルです。チームタイムアウト、山口大学後半1回目です。ここで山口大学が後半1回目のタイムアウトを取ります。先ほどのプレーランプレーでしたが中で倒れました。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合はプレーの間も時間が流れます。これを止めるためにここでタイムアウトを取った模様です。試合再開となります。山口大学セカンドダウンナイン。パス不成功。ここで奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたがこのパスはコントロール乱れオーバースロー。パス失敗でサードダウンに変わります。しかし前パス失敗ですので時計はここで一旦止まっております。残り試合残り時間26秒。残り時間が少なくなってきてのロングドライブはどうしてもやっぱりパスを投じたくなってきますよね。その部分ディフェンスも承知の上で構えているという感を感じます。さあしかしパスでいく。ここでスクリーンパスを投じました。短いパスをキャッチアンドランしそこからゲイン図らんというところですがチームタイムアウト、山口大学後半2回目。山口大学ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。わずかに攻撃権更新に至らず負傷者のためのタイムアウトを取ります。時計が回ることを防ぐためここでタイムアウトを使います。一回Thank you.
さあ残り時間17秒の状況で山口大学フォースダウン残り1ヤードとなっています。さあ試合再開となります。山口大学フォースダウン残り1ヤード、試合時間残り17秒。さあ中央ランで攻撃権更新としました山口大学ファースダウン。しかしチェーンがセットされますと時計は回ります。まだ審判のスタートレディー4の準合図はありませんでしたので、このプレーはまだ行われておりません。ここでパスを叩きつけました。あえてパスを叩きつけるスパイクという行為です。これによりパスプレーを一つ失いますが、しかし時計は止まりまして試合時間残り5秒となっております。さあ山口大学残り5秒でどのようなプレーを用意するか。ボールは自陣40ヤードからのセカンドダウンテン。パス不成功。ここで右に展開するレシーバーにパスを通しましたが、このパス通りませんでした。しかしパス不成功でしたので残り2秒でサードダウンに変わります。チームタイムアウト、山口大学。後半3回目、ラストタイムアウトです。ここで山口大学、最後のタイムアウトを使います。残り2秒ですので、実質これが最後のプレーということで、最後のワンプレーに対する作戦タイムを取ります。試合再開です。山口大学サードダウンテン、試合時間残り2秒。インターセットとなりまして、この時点で攻撃終了となります。ゲームオーバー、試合終了です。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、山口大学ギャンブラーズ13点、山口東京理科大学ボーパイソンズ16点、山口東京理科大学の勝利となりました。しかし両チームともその勝敗以上の素晴らしい戦いを披露していただきました。ナイスファイト、ナイスゲームでした。
天候の中、自分たちは OB を呼んでも変わらず試合を開催したいと思います。ありがとうございます。自分たちもこの一瞬ボールを機に技術を集めて、来年は現役ドームでの試合の参加を目指しておりますので、来年もよろしくお願いします。じゃあ本当にありがとうございました。試合終了です。山口大学対山口東京理科大の戦いは13-16、山口東京理科大の勝利で終わりました。ただいまより表彰式を行います。両校選手は整列をお願いいたします。ただいまより表彰式を行います。プレゼンターは山口大学 OB 会会長の小田博次が務めます。勝利チーム表彰、山口東京理科大代表者2名前にお進めください。続けて優秀選手賞、最優秀選手賞の表彰ですが、今大会からそれに加えて新2年生を対象とした最優秀新人賞の表彰をさせていただきます。最優秀新人賞、山口大学88番、小山颯太君。選手賞、山口東京理科大学51番中川雄斗選手。おめでとうございます。同じく優秀選手賞表彰、山口大学66番左近京太選手。そして第5回山口維新スプリングボール最優秀選手賞は、山口東京理科大学67番坂本直也選手。それでは OB 会、 OBOG 会会長小田より閉会の言葉をお願いします。はい、すいません、山口大学アメリカンフットボール、OBOG 会会長をやらせていただいております小田と申します。本日はこんな雨の中ですね、後半また土砂降りにもなってきて、な中ですけど最後までご観戦いただきましてありがとうございました。また今回5回目になりますが、開催から運用運営ですね、関わっていただいた皆さん、本当にありがとうございました。
まあ、今日の、13対16ということで、まあ、接戦、となりまして、理科大さんの方が、勝利ということになりましたが、まあ、対戦成績、2勝3敗で理科大さん、あ、違う、ん？理科大さんが2勝、山大が3勝ということで、まあ、これまでの結果も通算も拮抗しているということで、まあ、山口やあの大学のアメリカンフットボール2つできまして、切磋琢磨してきているところですが、まあ、今回もいい試合ができましたし、まあ、秋はあの、冒頭お話ご挨拶の時にありましたけど、中四国リーグは一つのリーグになりまして、優勝を目指して一緒のステージでできると、山口大学と理科大さんですね、一緒のリーグで戦えるということになってますので、秋決勝戦で戦っていけるように、みんな頑張っていいただければなと思っています。あと、あの、今日この試合はですね、新入生の皆さんへの、まあ、アピールということもありまして、開催しているわけですけれども、あの、新入生の皆さん、ぜひあのアメリカンフットボール、一緒にやっていきましょう。あの、4年間大事な4年間ですが、まあ、アメリカンフットボール部で、注力してですね、頑張っていくことで、その先 の、 あの、本当に自信だったり力になっていくと思いますので、ぜひ山大理科大それぞれのチームに入ってですね、一緒にやっていければいいんじゃないかなと思っていますので、ぜひ、入部していただけますようよろしくお願いします。長くなりましたが、ご挨拶以上になります。ありがとうございました。ただいまをもちまして第5回山口維新スプリングボールを終了いたします。ありがとうございました。ゴミは受付設置のゴミ袋までお願いいたします。ご来場の皆様はお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。雨降る中の山口でありましたが、春の祭典山口新スプリングボール、これにて無事閉会という形になります。素晴らしい両チームの熱戦が繰り広げ、非常に素晴らしい戦いだったと思っております。非常に厳しい天候の中でしたが、しかし自分たちの新たなシーズンの一歩目になります。このボールゲーム、見事な戦いぶりを披露していただきました。両チームナイスファイトでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる凶暴たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。
今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいる歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。今このフィールドにありました両雄は、冬の伏流放出の時を経まして現在開花開校の春を謳歌しております。やがて彼らは鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにそれぞれの本会の地を訪れることができるのは果たしてどちらとなるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信そしてこの試合の実況を終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は山口維新スプリングボール実行委員会の許可を得まして、そしてその解説に関西審判部長であります、浜田様を脇に構えていただきまして配信をさせていただきました。非常に光栄な機会でした。その配信担当させていただきましたのは私道楽屋でした。また機会ございましたらお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。